第二次ブルガリア帝国は12世紀後半から14世紀末までブルガリアに存在した国家。14世紀末にオスマン帝国によって滅ぼされた。1018年の第一次ブルガリア帝国の滅亡後、ブルガリアは東ローマ帝国領となった。東ローマの支配下に置かれたブルガリアではテマ制が実施され、東ローマに従属するブルガリアの貴族と、 高位聖職者は特権を保障された。しかし、第一次ブルガリア帝国を滅ぼした東ローマ皇帝、バシレオス2世が没死、彼の後継者たちの時代になると、ブルガリアには圧政が敷かれるようになる。ブルガリア内の聖教徒を管轄するオフリド宗主教座は大主教座に降格されて、その地位にはギリシャ人がつくようになり、 ブルガリア人の中から総主教を選ぶことができなくなった。1040年にミカエル4世の地下で実施された財政改革によってブルガリアの農民に金銭での納税が課され、ブルガリアの農民の生活はより圧迫された。同じ時期にブルガリアでは手間制に代わって議事方権的な土地制度であるプロノヤ制が導入され、農民は領主の搾取にも苦しめられる。 1040年にマケドニア地方でブルガリア皇帝サムエルの孫ペタルデリアンが指導する民衆放棄が勃発し指導者のデリアンはブルガリア帝国の再建を掲げた。デリアンの反乱は傭兵の助けを借りた東ローマ軍によって鎮圧されたがその後もブルガリアでは半島ローマの放棄が頻発しその背景には社会不安が存在していた。 アセンとペタル時代の第二次ブルガリア帝国1180年代にシチリア王国による東ローマ領への攻撃が始まるとブルガリアでは増税と徴兵の強化が実施されさらに東ローマ皇帝エイサキオス2世の結婚に際して特別税が課される1185年にタルノボ近郊のブラ夫人地主ペタルとアセンの兄弟は 神税の軽減とプロノイアの不要、東ローマ皇帝イサキオス二世に願い出るが、二人の要求は拒絶された。帰国したペタルとアセンは、タルノボの聖ディミタル教会の性別式で、ブルガリア国家の再興と挙兵を宣言し、ブルガリア人修道士バシリーは年長のペタルを皇帝に体感した。東ローマの統治に不満を持っていた、ブルガリアの人々は、放棄に参加し、 ペタルとアセンは国家の継承性を強調するために第一次ブルガリア帝国時代の首都だったプレスラフを制圧した。1187年の夏にイサキオス2世が北ブルガリアに申請を行うとペタル兄弟はドナウ川北方の遊牧民のクマン人のもとに逃れた。イサキオス2世の軍はブルガリアを破壊し借り取った穀物を焼き払った後 解放運動は収束したと判断して、コンスタンティノープルに帰還した。同年の秋に、クマン人を同盟者としたペタル兄弟はブルガリアに、帰国、ドナウ川沿岸部を奪回し、放棄は、トラキア、ロドピ、マケドニアにも波及した。1188年春に、ブルガリア軍は、タルノボに進軍する東ローマ軍を、ロベチで食い止め、3ヶ月にわたる包囲をしのいだ。 包囲が解除された後にブルガリアとビザンツの間に和平が締結され、このあやでブルガリアの独立が事実上承認された。和平の際、人質としてペタルとアセンの弟カロヤン・ヨアニッツァがコンスタンティノープルに送られた。1189年に第3回十字軍が行われると、ブルガリアは東ローマと敵対する神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世に 同盟の締結を提案した。同盟の条件として、ブルガリアが脱回した領土の保持と皇帝の称号の許可と引き換えに、神聖ローマ帝国に4万人の援軍の提供を申し出るが、フリードリヒ一世からの回答は得られなかった。フリードリヒ一世が、東、ローマ領を通過した後、1190年の夏に、東ローマ軍は、ブルガリアの首都、タルノボに遠征を行う。 天然の溶岩に位置する堅牢な城壁を持つタルノボは東ローマ軍の包囲に耐え、クマン人がブルガリアの援軍として到着した噂が広まると東ローマ軍は撤退した。追撃に出たブルガリア軍はトリアブナでイサキオス2世が率いる東ローマ軍に対象しビザンツ皇帝の象徴であるシャク衣装を手に入れた。同年にペタルは 弟のアセンに定位を譲り、自身は、プレスラフを中心とするブルガリア北東部とドブルジャ、地方を統治した。ブルガリアの軍事活動は、バルカン山脈南部の東、ローマ領に達し、1193年にブルガリアは、スレデツを回復した。また、ブルガリアは、 北方のハンガリー王国との戦いでも勝利を収め、長らくハンガリーの支配下に置かれていたベオグラードとブラニチェボを奪還した。しかし、中央集権的な政策を取るアセン一世のもとで、東ローマからの独立運動中から見られた貴族の反抗がより顕著になり、1196年に宮廷内のクーデターによってアセン一世は暗殺される。陰謀の死亡者である、 アセン一世のいとこイバンコは、クーデターを強さした東ローマに援助を求めるが、東ローマから派遣された軍隊は抗軍中に、反乱を起こして、ブルガリアに入ることを拒んだ。プレスラフを統治していたペタルは支持者から軍隊を集めて、イバンコを東ローマに追放し、皇帝に復位した。だが、ペタルも、貴族の反抗を抑えることができず、 1197年に暗殺される。空位となった皇帝の座には、コンスタンティノープルから逃亡して、ブルガリアに帰国していた、アセン兄弟のマテイカロヤンがついた。兄たちの後を継いで皇帝に即位したカロヤンは、かつてのシメオン一世と同様に、ビザンツ帝国を見本とした国家を作るために、積極的な外交政策を推し進める。カロヤンは、国内の貴族層に、 厳格な処置を下して、政権を固め、独立状態にあったマケドニアとロドピの、ブルガリア人を支配者、亡命先のビザンツで統治官に任命されていた、イバンコと同盟を結ぶことに成功する。1201年に、北、ブルガリアに残る最後のビザンツ領であるバルナが、ブルガリアの占領下に入り、翌1202年にブルガリアと、東ローマ帝国の間には役が締結され、 ブルガリアが占領した地域の獲得が正式に承認された。また、1203年に一時期ハンガリーに再占領されたベオグラードとブラニチェボを奪還し、帝国の北部からハンガリー人を放築したカロヤンは、ブルガリア正教会の独立を回復するために、ローマ教会との関係を強化し、1199年からブルガリアとローマ教会の交渉が開始された。 1202年から交渉は活性化し、1204年秋にローマ教皇からの施設がタルノボを訪問した。カロヤンはローマの施設である数ー教レオからブルガリアの王に退官されるが、カロヤンは皇帝の称号が授与されたとみなして、ブルガリア人とワラキア人の皇帝を自称した。同年にブルガリアが、 ローマ教会の権威を認める協定が結ばれ、建国時から続いていたハンガリーとの戦争が収束する。協定の締結後に、ブルガリア正教会が、ローマ教会からの干渉を受けることは、ほとんどなく、ブルガリア正教会は、実質的には、東方正教会に属していた。1204年に、西欧から派遣された第回十字軍によって、コンスタンティノープルが征服され、 ラテン帝国が建国される。ラテン帝国の初代皇帝ボードアン一世は、ブルガリア人は霊俗民であると宣言し、ブルガリア侵略の意志をあらわわにした。ローマ教皇インノケンティウス三世は、ブルガリアとラテン帝国の対立を解消しようとするが、教皇の試みは失敗に終わる。ラテン帝国軍はトラキアの北部、東部に侵入し、 トラキアに避難していた東ローマ貴族は、東ローマ帝国の定位を条件に、ブルガリアに保護を求めた。要請に応えたブルガリアは、東トラキアの住民反乱を先導し、またフィリッポポリスとアドリアノープルを占領した。翌1205年4月14日に、カロヤンは、アドリアノープル付近の戦いで、 ラテン帝国軍に対象を収め、ラテン皇帝ボードアン一世を捕らえて処刑した。しかし、ブルガリアの軍事的成功は、トラキアの東ローマ貴族に不安を与え、彼らは、ブルガリアとの同盟を解消して、ラテン帝国の側に着いた。カロヤンは、裏切りの報復として、東、トラキアを破壊、略奪し、征服地の住民をドナウ川沿岸部に移住させた。カロヤンはかつて、 ブルガリア人殺しと呼ばれた、バシレオス2世のように、ローマ人殺しのあだ名で呼ばれるようになる。カロヤンは1207年までに第一次、ブルガリア帝国が領有していたマケドニア地方の大部分を再征服するが、同年のテッサロニキ包囲中に、部下の裏切りによって救出する。カロヤンの死後、暗殺の首謀者であるカロヤンの老い、ボリルが定位を散脱し、 定位の継承権を有していた、アセン一世の子、イバン・アセンとアレクサンダルの兄弟は、ルーシのガリツヤ公国に亡命した。ボリルの即位後、ブルガリアの封建貴族は再び自立性を強め、ロドピ、中部マケドニアの地方領主は、中央から独立した統治を行い独自に外国と、同盟した。即位当初、ボリルは、カロヤンと同じく反ラテン帝国路線を取るが、 1214年に、ブルガリアは、ローマ教会の介入によって、ラテン帝国と、ハンガリー王国の二国と和平を結んだ。一方、ブルガリア国内では、貴族層と民衆の両方がボリルの統治に不満を抱くようになり、ビリンでは、ボリルに対する反乱が発生した。1217年に、イヴァン・アッセン二世は傭兵を率いて、ブルガリアに帰国し、ボリルに戦いを挑んだ。 7ヶ月に及ぶ、包囲の後に市民が城門を開いて、イヴァン・アセン2世を迎え入れ、1218年春に、イヴァン・アセン2世は、ボリルを廃位して定位に着いた。イヴァン・アセン2世の軍事活動と支配領域、イヴァン・アセン2世の治世に、ブルガリア帝国は、最盛期を迎える。アセン2世は、国境地帯の防御を固めつつ、ハンガリー王国、セルビア王国、 ニカイア帝国、エピロス先生公国といった近隣の国家と婚姻関係を作り、国際社会におけるブルガリアの地位を高めた。この時代にブルガリアは完全に統一され、国土の統一は経済と文化の発展に好影響を及ぼした。1223年にテッサロニキを占領したエピロス先生公国が、 バルカン半島情勢の中心に対等すると、ブルガリアは、エピロスの間に協定が結んだ。他方、エピロスと戦うにあたっての協力者を求める、ラテン帝国の諸侯は、イヴァンアセン2世に、妖帝ボードワン2世の貢献を依頼し、ブルガリアとラテン帝国との間にも同盟関係が、成立する。エピロス先制公国の君主テオドロス1世は、名役を破棄して、 ブルガリアに遠征するが、1230年3月9日に、アセン2世は、クロコトニッツァで、エピロス軍を破って、テオドロス1世と彼の家族を捕虜とした。戦後ブルガリアは、エピロスを、ブルガリアの影響下に置き、トラキアの大部分、ロドピ地方、マケドニア全土、アルバニアを制圧した第二次ブルガリア帝国の、支配領域は、 第一次ブルガリア帝国の最大半島に並んだ。クロコトニッツァの戦いを経たブルガリアはバルカン半島第一の大国となる。ローマ教会はブルガリアのラテン帝国への攻撃を牽制するため、ハンガリーにブルガリア北西部への攻撃を促した。ハンガリー軍はベオグラード、ブラニチェボ、ビディンを一時的に占領するが、アセン二世の兄弟アレクサンダルによって、 ハンガリー軍は撃退される。ブルガリアとラテン帝国、ハンガリーの関係は悪化し、カロヤンの治世に成立したローマ教会との合同も事実上解消された。カトリック世界との対立が顕著になると、イバンアセン2世は、ニカイア帝国との同盟とブルガリアの東方正教会への復帰を試みる。1235年にブルガリアとニカイアの間に、 反ラテン帝国の同盟が結ばれ、同時に、東方正教会の前総主教の合意によって、ブルガリア総主教座が再構され、第一次ブルガリア帝国の滅亡以来失われていた、ブルガリア正教会の自治独立が回復された。しかし、アセン二世は、ニカヤ帝国が、ブルガリアの脅威になると考え直し、翌1236年に、ラテン帝国との関係を回復した。 イァン・アセン2世は、ブルガリア帝国の最大半島を実現するが、彼の死後に、皇帝の支配権は弱体化し、ブルガリアは、周辺の国家からの攻撃にさらされる。コンスタンティン・ティフ・アセン2世の治世末期に、東方で拡大するモンゴル帝国の軍が、東、ヨーロッパを接見していた。1241年のイバン・アセン2世の死後、アセン2世と、 ハンガリー出身のヒアンナマーリアの子であるカリマン一世が定位を継いだ。1242年、オゴデンハーンの不法が届くと東方に退却を開始した。3月にモンゴル軍はキロでブルガリアとセルビアを通過したが、ブルガリアはモンゴル軍を攻撃した。翌年、モンゴル軍は復讐戦に戻ったが講和を結んで、戦闘は行われず、 ブルガリアにはモンゴルへの効能が課され、13世紀末には、ブルガリアは、モンゴル国家のジョチウルスの従属国とされた。1246年にカリマン一世は、義母のイレネによって独殺され、イレネの子であるミハイルアセンが即位し、ニカイア、セルビアとの戦争が開始された。ブルガリアの勢力下に置かれていたセラエ、テッサロニキ、アドリアノープル、ロドピ山脈地方は、 ニカイアによって占領され、1247年に、ブルガリアは、ニカイアと和訳を結んだ。1256年秋に、ミハイル・アセンが、性的に殺害された後、アセン家の決闘に連なる3人の皇族が定位を争う。最終的には、1257年に、ステファン・ウロシュ一世の老いにあたるスコピエの、コンスタンティン・ティフが、 タルノボの貴族によって皇帝に選出された。コンスタンティンはハンガリーを攻撃するが敗北し、西北ブルガリアの領土を喪失する。コンスタンティンは足を折ってしまったために国政に参加することができなくなり、彼の5歳である東ローマ皇族出身の皇妃、マーリアが実質的な最高権力者として君臨した。国家の権威の失墜。 中央権力の弱体化はブルガリアに無秩序をもたらし、軍費を調達するために民衆に重税が課せられた。13世紀末からブルガリアでは、ジョチウルスの侵入が頻繁に起こるようになり、また1272年には、ビディンを統治する南ルーシから亡命した領主、ヤコブスベトスラフが、ブルガリア皇帝を自称して独立した。民衆は作手以外に、 ジョチウルスをはじめとする外国からの侵入者の略奪にも苦しめられるが皇帝と貴族は外敵の侵入を進んで対処しようとしなかった。13世紀半ばから続く混乱期には民衆の反乱が頻発するが1277年に起きたドブルジャの豚がイ,イバイロの放棄は皇帝軍とジョチウルスの双方に大きな打撃を与えた。イバイロの放棄には モンゴルの略奪に不満を抱いた農民が多く参加し、放棄は支配者に対する反封建的な性質と、権威を失った皇帝に対して、正しい皇帝像の復興を求める性質が、併存していた。1277年に、神の啓示を受けた豚がイ,イバイロは、仲間や農民に困窮から脱出する道を解いて回り、イバイロの周りに集まった、義勇兵は、 モンゴル軍を破り、彼らをドナウ川の北方に後退させた。この戦勝がきっかけとなって皇帝に失望していた農民たちがよりイバイローのもとに集まるようになる。同年秋にイバイローは樽の墓に向かい、新軍中に民衆から皇帝に衰退された。義勇軍は新軍中の海戦で皇帝コンスタンティン・ティフを廃止させ、1278年に 春のノを包囲する。イヴァイロの放棄に対して、東ローマ皇帝ミカエル8世は当初、イヴァイロへの接近を試みるが放棄が、階級闘争的な性質を持ち合わせていることを知ると、ホニー氏、ギリシャ文化に同化したアセン家の皇族イヴァンアセン3世を、ブルガリア皇帝に擁立する。ミカエル8世は、イヴァンアセン3世に軍隊をつけて、ブルガリアに送り返した。 東ローマ軍の接近を知ったイバイロは、タルノボの政府と講和し、未亡人となっていた皇妃マリアと結婚して、ヨーロッパ初の農民皇帝として定位についた。皇帝に即位したイバイロは南から進軍する東、ローマ軍と北のモンゴル軍の両方と戦わなければ、ならず、迎撃に出たイバイロが、タルノボを留守にしている間に、クマン人の血を引くゲオルギ・テ,テルテルラ・タルノボの貴族が、 クーデターを起こし、イヴァンアセン三世を、タルノボに迎え入れた。東ローマの包囲を破ったイバイロは、タルノボに戻り、イヴァンアセン三世は、コンスタンティノープルに逃亡した。しかし、イヴァンアセン三世の失脚後にゲオルギテルテルが、タルノボの貴族によって皇帝に衰退された。イバイロと、ゲオルギテルテルの戦いはおよそ一年の間続くが、沿線気分の高まるイバイローの軍は、 次第に劣勢になり、1280年に、イバイロは、皇帝の地位を失った。失脚したイバイロは、ジョチウルスに亡命するが、遠跡の座で、ジョチウルスの有力者の害によって殺害された。ゲオルギー・世テルテル即位後のブルガリアには、反独立状態の封建領主が乱立していた。1285年に、ジョチウルスが、ブルガリアで大規模な破壊を行うと、 ゲオルギ一世は野外に従属を誓い、息子のテオドルスベトスラフを人質に差し出し、娘を野外の小茶家に嫁がせた。1292年に清掃に敗れた、ゲオルギ一世は東ローマ帝国に亡命し、野外はスレドナゴラのスミレツをブルガリア皇帝に擁立して自分の区靴とした。スミレツの知性に、 ブルガリアの領土の一部がセルビアに併合されて、ビリンが攻撃を受けるが、積極的な対応は行われなかった。1299年に、ジョチウルスの内戦によってノガイが戦死した後、ノガイの子チャカが、テオドルスベトスラフに伴われて、ブルガリアに亡命する。タルノボの貴族たちに賄賂を送ったチャカは、ブルガリア皇帝に選出されるが、1300年に、 テオドルはチャカを殺害し、彼の首を、トクタハンの元に届けた。その対価として、ジョチウルスからブルガリアに、ベッサラビア地方が返還された。モンゴルの支配から脱したテオドルスベトスラフは、敵対する貴族と、高位聖職者への牽制として、以前から他国に内通している疑いがかけられていた、タルノボの総主教ヨアキム三世に極刑を下した。テオドルは、 即位から3年の間に、東ローマ帝国からの内政干渉を断ち、また、貴族の反抗を抑えて、中央集権化に成功する。テオドルは、長年ブルガリアに干渉を行ってきた東ローマに、対して公正に転じ、東ローマによって占領された北トラキア、ザゴラ、国会沿岸部の都市が、ブルガリアの元に戻った。1308年に、 東ローマとの間に結ばれた和訳で、ブルガリアが奪還した地域の支配が認められる。セルビアとの関係は、半島ローマ政策によって改善され、1321年に、東ローマで定位をめぐる内戦が起きた際には、ブルガリアは内戦の当事者の一方である、アンドロニコス3世に加担して、領土の拡大を図った。1321年に、 テオドルスベトスラフが没すると、テオドルのこのゲオルギ2世テルテルが定位を継ぐ。ゲオルギ2世は内戦で分裂した東ローマに侵攻し、フィリッポポリスなどの都市を脱回した。ゲオルギ2世の軍はアドリアノープルにまで南下するが、後軍の途上でゲオルギ2世は休止する。フィリッポポリスは東ローマに再占領され、指導者を失ったブルガリアは危機に陥る。 1323年にビリンのデスポットミハイルシシュマンが貴族に衰退されて定位に就く。新たな皇帝に選出されたミハイル三世は北トラキア、ザゴラ、国会沿岸部に侵入した東ローマの軍を撃退し、1324年にブルガリアと東ローマの間で結ばれた和訳でこれらの地域を回復した。 王子のブルガリアの勢力を回復するため、ミハイル3世は、東ローマ定位をめぐって争うアンドロニコス3世と、その父のアンドロニコス2世の両方に支援を行い、1327年には、コンスタンティノープルの占領を企てたが、計画は、失敗に終わった。1328年に内戦を制したアンドロニコス3世が正式に定位につくと、 ブルガリアの失地回復の可能性は断たれた。しばらくの間ブルガリアと東ローマの戦争は続くが、マケドニアで勢力を拡大するセルビアに対抗するため、1329年に両国の間に同盟が結ばれた。東ローマと同盟を結んだミハイルはセルビアに侵攻するが、1330年にベルブジュドの戦いでブルガリア軍は ステファン・ウロシュ3世でチャンスキが率いるセルビア軍に大敗し、ミハイル3世は戦死した。戦後セルビア王家の血を引くミコイバン・ステファンのブルガリア皇帝即位を条件として、ブルガリアとセルビアの間に和平が結ばれた。一方、ブルガリアの敗北を知ったアンドロニコス3世は同盟を破棄して南ブルガリアに進軍し、 ソゾポリス、メセンブリアなどの国会沿岸部の都市を占領下に置いた。新たに即位したイヴァン・ステファンには政務の経験がなく、また多くの貴族はイヴァン・ステファンをセルビア側の人間とみなしていた。1331年にタルノボの貴族ラクシンとフィリップのクーデターによってイヴァン・ステファンは敗され、ミハイル・シシュマンの老いであるロベチのデスポットイヴァン・アレクサンダルが 皇帝に選出される。ベルブジュドの戦い、イヴァン・アレクサンダル時代の第二次、ブルガリア帝国イヴァン・アレクサンダルは、オジミハイル・シシュマンが戦死した後の混乱を収め、ブルガリア帝国は、最後の安定期を迎える。東ローマに占領された都市のブルガリア人の、放棄によって、イヴァン・アレクサンダルはビザンツに占領された、南ブルガリアの都市を、短期の間に奪還した。 1332年のルソカストロの戦いで、ブルガリア軍は、アンドロニコス3世の率いる東ローマ軍を破り、戦後ブルガリアに有利な和訳が結ばれる。東、ローマを破った後、イヴァン・アレクサンダルは、自身の即位に反対したビディンの、デスポット・ベラウルを攻撃し、ビディンを併合した。イヴァン・アレクサンダル即位の同時期、セルビアではクーデターによって、 ステファン・ウロシュ3世が廃位され、ウロシュ3世の子、ステファン・ウロシュ4世・ルシャンが、王位につく。アレクサンダルの姉妹・エレナは、ステファン・ウロシュ4世の元にとつぎ、ブルガリアは、新王が即位したセルビアとの関係を改善した。1339年には、アレクサンダルの長子とアンドロニコス3世の娘、マーリアとの婚姻が成立し、ビザンツとの関係も改善される。 1345年にアレクサンダルは、ワラキア人のヒテオドラを離縁し、1355年から1356年の間にテオドラとの子であるイヴァンスラツミルをビディンの統治者に封じた。14世紀のブルガリアは、統一を欠いた状態にあり、各地のデスポットの中でも、ビディンとドブルジャーはタルノボの中央政府と並ぶ勢力になっていた。 イヴァン・アレクサンダルの大一中もデスポットが独立した状況は続きブルガリアの分裂は解消されなかったイヴァン・アレクサンダル時代のブルガリアには以下の封建勢力が拡挙していた14世紀の半ばにアナトリア半島の新興国家オスマン帝国がバルカン半島に進出するとバルカン半島の情勢は新たな局面を迎える1351年に 東ローマ帝国は、ブルガリアとセルビアに、オスマンに対抗する、艦隊建設の協力を呼びかけるが、同盟は実現しなかった。1356年にブルガリアは、東ローマと共同で、オスマン軍を攻撃するが失敗する。オスマン帝国のスルタンン村と一世は、南ブルガリアに軍を進め、1364年にイボル、イトプロブディフが、 オスマンの占領下に入り、アレクサンダルは、村と一斉に講和を求めなければならなくなった。当1364年に、東ローマ軍が、国会沿岸部のブルガリア領に侵入して、アニヒアロスを奪ったが、これがブルガリアと、東ローマの間に起きた最後の戦争となる。この敗戦は、ブルガリアの軍事力が、東ローマよりも衰退したことを示していた。 1365年にイヴァン・スラツミルが統治するビディンがハンガリーの攻撃を受け、1369年にアレクサンダルがワラキア公国とドブルジャの支援を受けて脱会するまで、ビディンはハンガリーの支配下に置かれた。1366年から1367年にかけて国会沿岸部はサボイア白国の攻撃を受け、また、 ハンガリーと西欧の攻撃の最中に、南ブルガリアの都市のいくつかが、東ローマの領土に組み込まれた。1371年以降のブルガリアでのオスマン、帝国の軍事活動、イヴァン・アレクサンダルの没後、ブルガリアの将来は、バルカン半島の大国である、オスマン帝国とセルビアの動向に委ねられる。プリーレプの統治者部下シント、 セラエノでスポットウグリエ社が連合して、オスマン軍を攻撃するが、1371年のマリツァの戦いで、連合軍は壊滅し、両者は戦死した。オスマンは新たに、ブルガリア皇帝に即位したイヴァンシシュマンに対して、講和の条件の不履行を挙げて、南ブルガリアへの攻撃を再開した。1375年に、 イヴァンシ・シュマンはオスマンへの真珠と功能を条件に、条約を更新。イヴァンシ・シュマンの妹、ケラ・タマラがオスマンに送られて、村と一世の妻とされた。また、ビディンのイヴァンスラツミル、ドブルジャのドブロティザ、ベルブジュドのコンスタンティン・レイアンら各地の封建勢力も、オスマンに対して、真珠を誓った。1378年にオスマンは和を破棄して、ブルガリアに侵攻し、 1382年にソフィアが陥落する。オスマン帝国の拡大に際して、セルビアのコーラザルフレベリアノビッチは、キリスト教徒による、同盟の結成を呼びかけ、イバン・シシュマンは、ボスニアをステファン・トブルトコと共に同盟に参加した。しかし、イバン・スラツミル、コンスタンティン・デヤン、部下ンの子、マルコ・クラリエビッチらはオスマンに神獣を誓い。 オスマンの軍事行動を支援した。1387年にラザルの連合軍は、プロツニク近郊の戦いで、オスマン軍に戦勝を収めるが、戦後に、ブルガリア帝国とドブルジャーが、オスマンの報復の標的にされる。1388年春に、オスマン帝国の大最小チャンダルル・アリパシャが3万の軍隊を率いて、ブルガリアに侵攻する。 ブルガリア各地の要塞がオスマン帝国に占領されるが、バルナとニコポリスはオスマンから守り通せた。イヴァン・シュシュマンはヤンボル近郊に駐屯していた村と一世のもとを自ら訪れて、真珠の誓いを改めて示し、ブルガリアとオスマンの間に講和が成立する。1389年のコソボの戦いで、ラザルがオスマン帝国に敗れると、 オスマン帝国はブルガリアの直轄地下をさらに進めていく。東ローマ帝国の弱体化、ワラキア公国のブルガリアへの進出といったバルカン半島の情勢を後期と見たオスマン帝国は1393年にバルカン諸国に攻撃を行い、ブルガリアもオスマン軍の標的とされる。3ヶ月にわたるオスマン軍の包囲の末、 1393年7月17日に、タルノボが陥落する。タルノボを脱したイヴァン・シシュマンは、ニコポリスに逃れ、やむなく、オスマンと和訳を結んで領土の保持を認められる。1395年のロビネの戦いの後、オスマンは自国への非協力を理由に、イヴァン・シシュマンと、ブルガリア各地のデスポットを攻撃し、彼らの領土を併合した。 イヴァン・シシュマンが投獄された後も、イヴァン・スラツミルが統治するビディンはオスマンに忠誠を誓って独立を維持し、ビディンはブルガリアの中で唯一独立を保つ勢力となった。1396年にハンガリー王ジギスムントがニコポリス十字軍を提唱すると、イヴァン・スラツミルはオスマンへの侵入を破棄して十字軍に参加した。 1396年9月25日のニコポリスの戦いでオスマン軍が勝利した後、ビディンはオスマン帝国に併合される。イバンスラツィミルはアナトリアに連れ去られ、中世ブルガリアの国家は全て消滅した。第二次ブルガリア帝国は皇帝を頂点とする封建国家だった。社会的構造、行政組織、経済は、 東ローマ帝国、封建制度に含まれる要素は、同時期の西欧の国家と類似する点が多いことが指摘される定義は、上司、兄弟、近親者によって継承され、皇統が断絶した時には大貴族から新皇帝が選出された。皇帝に次ぐ地位にはデスポットセバストクラトルの称号を持つ大貴族が位置していた。 地方と中央の交換と宮廷の大人職は大貴族によって占有されていた。宮廷の官職には皇帝を補佐する大ロゴテッド財務を担当するプロトベスティアリー、宮廷儀礼を司る大プリミキュルなどが存在していた。軍事には皇帝の部隊を直接指揮するプロトストラトル、この絵体を指揮するプロトケリオトなどの称号を持つ指揮官が携わっていた。 国内の軍事と行政は、ホラという地方単位で区分され、セバスト、ドゥカ、ケファリアの称号を持つ総督によって統治され、ドゥカとケファリアは都市を統治した。ブルガリア内に多数存在する農村共同体には多くの人間が属しており、一定の自治を持った共同体は住民が選出した指導者によってまとめられていた。イヴァンアセン二世時代のホラは、 以下の12地域に区分されていた。13世紀から14世紀にかけて、東ローマ支配時代から続くブルガリアの封建化が進行した。中央権力の衰退に伴って力をつけた、司法領主は農民などの従属民からの搾取を行い、また土地や財産の寄進を受けた教会や修道院が大封建勢力へと化していった。 このため、第二次ブルガリア帝国は、多数の村を有する勢族の封建勢力と、濃度とされた農民が並存する状態になっていた。封建領主は都市にも介入し、都市部の商人や、職人も、封建領主から圧迫を受けた。ブルガリア内の土地の所有形態は、工定領封建領主領教会領修道院領に4分される。工定領と、 公権領主領は、一定の範囲内に領地が集まっていた。逆に教会領と修道院領の場合、一つの寺院が所有する土地は、国中に分散しており、支配地には、住宅、工作地、水車などの様々な施設が含まれていた。当時広範囲にわたる土地の所有を認められていた、修道院には、アトスさんのヒランダル修道院、リラ修道院、バチコボ修道院などが挙げられる。 封建勢力が、従属民に課した税には労働と物品の納付のほか、時代が進むにつれて、貨幣の納付が加わった。牧草地、水車などの農畜、漁業に必要な道具の使用賃として、農民は生産品を領主に納付しなければならなかった。また、収穫品の10分の1を徴収する、デセトカル、金貨による、特別税を徴収するペルピラキなどの、 新たな官職が調税のために設けられた。当時のブルガリア社会は、封建勢力と農民をはじめとする従属民の二つに分化していた。中間層には、都市の商人と職人、会の聖職者と修道士、管理と兵士が位置しており、少数の奴隷も存在していた。封建勢力は、皇帝と貴族ら世族の権力者と上位の聖職者が占める、 教会貴族に分かれ、会の階級の中から、封建勢力に加わる者も,もいた。また、第二次ブルガリア帝国期には、人口の多数を占める農民の濃度か、封建勢力の大土地所有が進行していた。皇帝、領主の支配下に置かれた濃度は、パリツィ、教会勢力の支配下に置かれた濃度は、トポブヤ人と呼ばれた。彼らは工作用の土地の所有。 封建所領内での土地の相続、売却、贈与は認められていたが、土地を離れて、別の場所に移ることは認められていなかった。土地を持たず、封建領主から土地を奪われた濃度は、おとろくと呼ばれ、他の濃度よりも厳しい環境に置かれていた。さらにおとろくより低い層の濃度として、土地と生産手段を有していない、裸体というおざく実りがおり、 彼らは労働と引き換えに、領主から報酬を受け取っていた。14世紀になると、封建領主の自立化、貴族間の内向、他国の侵入によって民衆が置かれた状況はより悪化する。オスマン帝国のブルガリアへの侵入に伴って、バルカン山脈異北の土地に移住する者も,も現れた。社会的不安に対して民衆は、 異端とされる競技の不況、封建領主からの逃亡といった手段をとり、修道士となる仮想階級の人間が増加した。また、土地や財産を失った民衆には、ドゥルジナとなるものもおり、彼らは、封建勢力の領地を襲撃することもあった。イヴァン・アレクサンダルの地勢に鋳造された、高下前時代と同様に、第二次ブルガリア帝国の産業は、農業と畜産が中心であり、 以前としてに保期農業が続けられていた。小麦、大麦、雑穀が広い範囲で栽培され、13世紀以降は野菜、果実、ドウの重要性が増す。家畜としては、主に羊、豚、牛が飼われていた。農業技術の発展に伴って、機械仕掛けの水車小屋と風車小屋が広い範囲で導入され、14世紀には、 養蜂と養産の技術に向上が見られた。当時のブルガリアの特産品として、穀物、養蜂の産物、絹製品、革製品が挙げられる。中でも、ブルガリアからコンスタンティノープル、ジェノバ、ベネツィアなどに輸出された小麦の品質は、高い評価を受けていた。製造業の分野においても著しい発展が見られた。都市の増加と都市民の需要の拡大。 農商業と軍事技術の発達が製造業の発達を促し、精錬業と鋳造業の発達は他の分野にも好影響を与えた。中でも政陶、石材製作、金属加工、下てが目覚ましい発達を遂げる。都市や大規模な村落に居住する職人はテフニタリと呼ばれる独自の階層を形成した。また、 13世紀から14世紀にかけて北西ブルガリアに移住したドイツ系移民は工業において大きな役割を果たし彼らはサシと呼ばれた。ブルガリアの領土拡大に伴って経済も成長し皇帝と封建貴族は自らの懐を潤す輸出を奨励した。また内外の貿易の活発化は貨幣の流通を促進する。 イヴァンアセン二世時代のブルガリアは外国との通商関係を強化し、タルノボは南東ヨーロッパの経済の中心地に成長した。交易の活性化に伴い、ブルガリア独自の貨幣以外に東ローマ、セルビア、ベネツィア、モンゴルなどの貨幣も国内で流通した。当時のブルガリアの商取引の中心は祭りに伴って開かれる縁道と定期種だった。 また、都市では常設の市場が置かれ、一部の村落や修道院でも、州ごとに市が開かれた。皇帝と封建勢力は、公益に、クメルクなどの商業税と物品の納入を課していたが、一部の修道院は免税特権を受けていた。外国との貿易は、条約の締結と皇帝の直所によって、統制されていた。対外貿易における、 ビザンツ帝国の地位は、第一次ブルガリア帝国時代よりも低下し、ジェノバ共和国、ベネツィア共和国、ドゥブロブニクが台頭する。テオドルスベトスラフの時代に、ブルガリアが、ジョチウルスの影響下から脱すると、通商関係に変化が起きる。テオドルチカのブルガリアと関係の悪化した、ジェノバ共和国に代わる相手として、 ベネツィア共和国との政治、経済両方の結びつきが強化された。13世紀は外国の商人に関税は課されていなかったが、14世紀になると彼らにも規制が課せられる。第二次ブルガリア帝国内では異端とみなされる競技も進行されていた。第一次ブルガリア帝国の時代からブルガリア内で活動していたボゴミル派は、 ブルガリアが内向によって混乱する12世紀の末から信者を増加させた。ボリルの統治下では皇帝の知性に不満を持つ民衆の間にボゴミル派がルフしたため1211年2月にタルノボの議会はボゴミル派に異端宣告を行って彼らを迫害した。しかしブルガリア社会に定着したボゴミル派を根絶することは不可能だった。 正常が安定したイヴァンアセン二世の知性にボゴミル、派への迫害は緩和される。14世紀に入ると、ボゴミル派の信仰者は一部の修道士や都市の仮想民に変化し、様々な文化が生まれた民衆にいるする異端に対して、貴族層は14世紀半ばに、東ローマで提唱された静寂主義の教えを受け入れた。静寂主義は、聖教会の教えと調和する点もあったために、 政教の協議に組み入れられ、また、支配層と密接な関係を有していた。静寂主義は、一旦、腐敗した聖職者、ローマ教会との合同に対する批判手段として、機能し、文学と芸術の発展にも貢献した。静寂主義の普及と同じ時期に、コンスタンティノープル出身の修道士、医師のテオドレトスは、タルノボにバルラーム主義をもたらした。 カラブリア出身の修道士バルラームが提唱したバルラーム主義はギリシア哲学の流れを組む合理性を備えていた。バルラーム主義は都市の仮想民には受け入れられず富裕層と一部の貴族に支持者を得る。都市部のユダヤ系住民の間で信仰されたユダヤ主義はバルラーム主義と類似した合理主義性を有していた。 1355年と1360年にタルノボで開かれた宗教会議では規制の権力と対立する思想に異端の宣告がされた。14世紀に開かれた2度の宗教会議では変質したボゴミル海外にバルラーム主義とユダヤ派に対しても弾圧が加えられた。第二次ブルガリア帝国期、教会は教育の場としての役割も有していた。 修道院の付属校と大都市に存在する、教会付属の学校では、聖職者と書記官の育成を目的として、若年者への読み書きの教育が行われていた。学校を卒業した生徒のうち数人は、修道院に入って、グラマティクの称号を得、修道院が所蔵する書物の講読と書者によって、学識を深めるとともに、教師の資格を得た。さらにタルノボ。 アトスさんの修道院、コンスタンティノープルで教育を受ける者もおり、当時のブルガリアで実施された教育は高い水準にあった。現存する第二次ブルガリア帝国の写本に見られる洗練された書法と聖書法は当時行われていた教育の賜物だった。エフティミの増独立した国家の樹立とブルガリア正教会の独立は ブルガリア文学の発展を促し、首都のタルノボを中心として、文学活動が展開された。12世紀末から13世紀初頭にかけて、ブルガリアでは、過去に描かれた、天礼書、雑録の翻訳と写本の作成が、盛んになる。14世紀に中世ブルガリアの文学活動は、流星を迎え、天礼書の増加、伝統文学の発達といった現象が見られる。 聖者伝、聖歌などの新たなジャンルも、この時期に発生した。文芸活動に参加する聖職者の多くが、アトス産派とタルノボ派のどちらかに属し、この2杯が、ブルガリアの文芸活動の中心となった。タルノボ派に属した、ブルガリア総主教エフティミーは中世ブルガリアを代表する、文芸家の代表として挙げられる。ティミ e は、電気、三次、書簡。 教会の規則書といった広い分野で執筆活動を行い独自の雄弁的な文体を生み出した。14世紀から15世紀にかけて活躍したブルガリアの文芸家にはエフティミーの弟子筋にあたるものが多くおり、彼らはエフティミーの作風をロシア、セルビア、バラキア、モルダビアへともたらした。ボヤナ教会のフレスコバンアセン2世の地下で首都タルノボは発展し、 タルノボは絵画の中心地ともなった。第二次ブルガリア帝国期の絵画は、中世初期ブルガリア美術以来の伝統を受け継ぎながらも、ビザンティン美術から強い影響を受け、西欧美術の要素も取り入れられている。タルノボ、リラ州道院などのブルガリア各地の教会には、第二次ブルガリア帝国時代の絵画が現存し、その中でも1259年に作成された。 ぼやな境界の壁面を飾るフレスコ画はスラボニア芸術の完成品の一つとして高く評価されている。また書物の装丁、挿絵に用いられた細密画も発達を見せる。13世紀から14世紀の間に装丁技術が発達し、ついで14世紀に挿絵が発達を遂げる。 1356年に、イヴァン・アレクサンダルが制作を依頼した4福音書には366の細密画が含まれ、中世ヨーロッパで制作された写本の中でも特に、豪華なものに数えられている。中世のタルノボタルノボの、聖40人殉教者教会、第二次ブルガリア帝国に建設された城塞は、防備に優れた点検の地に建設された。 都市は丘の上に建てられた城塞とふもとに広がる居住地区と商店から成り立ち、城塞の中には領主の住居、教会、兵舎が存在していた。そして、それらの都市に見られる城塞と居住区の構造は、首都の樽のボを元にしていた。樽のボの町全体は城壁で囲まれ、高所には、され別、トラペジァ、 モミナクレポストなどの要塞と防備を固めた修道院が立ち、その下に都市民の居住区が広がっていた。最も高い位置には、され別要塞が築かれ、内部には、宮殿、宗主教座教会、貴族と従者の居住区などが建てられていた。教会建築の変化に、13世紀に西洋の建築文化の影響を受けて、手老を導入したことが挙げられる。 第二次ブルガリア帝国期の代表的な教会建築の一つとして、イヴァンアセン2世の時代に、タルノボに建立された聖40人殉教者教会が挙げられる。クロコトニッツァの戦いが起きた3月9日が、セバステの40人も殉教者の受難日であることに、ちなんで建立された教会であり、教会内の大理石中には、クロコトニッツァの戦勝を記念する文言が刻まれた。 民衆は、半立穴式住居、石とレンガの壁と、藁葺屋根の家、石造りの二階建て家屋、木造家屋などの異なる種類の住居で生活していた。この時代のブルガリアでは規範化された、東方正教会の成果に対して、民族的な教会旋律である、ブルガリア商法が確立される。代表的な作曲家、歌手として、 ヨアン・ククゼルが挙げられる。ククゼルは、教会音楽に、民族音楽の要素を取り入れ、ブルガリアとビザンツの教会音楽に変革をもたらした。ありがとうございます。